はい、皆さんこんにちは、ソリップです。今日はグランブルーファンタジーの実況をしていきたいと思います。で、まあいいや、今回は成果来たりで何その成果、貯めすぎだって。交換しに行くよ。52で貯めすぎって言われましたが、まあ成果来たりでのイベントなんですが、マンボウとスイカはちょっと無理かな。今の状況で無理なので、ちょっとスルーかな、動画には上げないかなっていう感じなんですけど、まあその代わりにスイカ割りの方に行きたいかなと思っております。まあチャレンジクエストは基本的になんかキャラ使ってみようぜ的な感じなんで、まあスイカですよね。はい、なんと巨大なスイカだ。みんなかな、それぞれ役割を決め、油断せずに行こう。俺のリリックでみんなをサポートするよ。奥義の前にはクロスフェードをプレイするぜめん。それがしは敵がオーバードライブ状態になった時、月桂人かな、刃かなで一刀のもとに切り捨ててみせよう。敵がブレイクしたらお姉さんの精神一刀で一気に倒してあげるね。私は敵の隙を伺っているわ。チャンスが来たらみんな合わせてパクシビリを使うわね。といざ尋常に参る。真剣じゃないですかね。ああ、いいですよ。とりあえず確認していきましょう。誇張人、まあ、これは闇の方にもあります、ね。敵弱点、まあ効果は違いますけど、敵弱点属性追加ダメージ付与、自分の防御ダウン、誇張人の使用回数に応じて性能アップ。まあ、水着ななみやは、なんか、そういうのばっかですね。なんか、いっぱい使っていけば使っていくほど性能が上がるっていうか。で、ガシン昇誕が、敵の強化効果消去、ディスペルですね。自分の連続攻撃率アップで最大の 15% 消費、あらまで精神一刀がブレイクアサシン。使用感が7ターンだな。最初に打ってたらいいのかな。あら、焼いております。クロスフェードで味方戦で大きいダメージアップとチェインバーストダメージアップを交互にプレイ。なるほどね。で、アビリティダメージアップとアビリティダメージを交互にプレイ。で、敵方全体の持続性攻撃アップと持続性ダメージ軽減を交互にプレイ。これ意味あるの？今はなさそうで、ジンが回避率アップと攻撃が 20% 消費、属性ダメージ、ボーゲージアップ。で、ブレアサ、じゃねえや、ドラーサですね。ドライバーサシン。オーバードライブ時に攻撃をハーバーアップ 30% 消費。で、ファクシービル、仲間をアビリで魔法する失敗することもあるわ。体温が高いほど成功率アップ、対応リセット。で、こっちが体がホテルですね。とりあえず体をホテルしましょう。ジャガンが熱を帯びてきた。はい、まあ、これはすぐで。健康一滴の妙技、お見せしよう。この荒波、乗り越えてみせよう。あ、さっきこれでいいフローだぜ、めんね、使っておきましょうか。バトルで上等、バトルで登場、バッタバッタとなぎ倒せ JJ。 サンタゴイ連続攻撃ダウンか。冴えの刃、クク前として胡蝶なり巨巨ゴイマイクよっよっディスどうかしら。おう、ついて炙りましょう。歌え、はい、まあ何もできない。助けです。どうかし、立ち下がるならば一層もチリエット。ベガメン、ベガメン、冴えの刃、クク前として胡蝶なり。別にこれでいいのかな。太陽はジャガンが熱を帯びてきた。トラーサーは使えない。タツキゲッマン、いって普通に食らうしかない。食らうしかない。よっゲッマン、どうかしら。オッチ、イッツ JJ タイム。ドラオサをパクりたいんですが、
30% 消費パクっても意味ねえな。オーディ出ないから噂恐怖にライバルを濡らせず、自信に瞳を曇らせず。で、歌え。で、で、で、どうかし。冴えぬ刃、くく然として胡蝶なり。虚虚然。いいフローだぜ、メン。メン。健康一滴の妙技お見せしよう。多分普通に殴ってたら乗り越えてみせよ。勝てるって多い。はい、アウト。ブレアサー置いておこう。歌え歌え歌え。はい、あ、痛い。パパル様、私を導いて。ジャガンが熱を帯びてきた。ここら辺です。チェック1212。よし、ゲッツ。よし、これでお死ぬ。立ち下がるのならば一刀を持って塵へと変える。で、さあこれでどう。で、で、ブレアサ舞い散る。効果ないのか。へえ、なるほど。真夏に食う。うん、水に合わせた。何やってんだろう。歌え。はい、どうかしら。立ちふさがりのものが一刀。ベガメン。どうしようかな。冴えぬ刃、くく然として胡蝶なり。撃っちゃおう。我が聖夜限りありて、しかして地や限りなし、無意自然。JJ in the house! Final scratch! あらま。天気！カラメティピクチュール！カリ。この音結構好きです。体温上昇。一応回復しよう。ジャガンが熱を帯びてきた。健康一滴の妙技お見せしよう。キョキョキョ、あ、暑さでめまいが。バトルで上等、バトルで登場、バッタバッタとなぎ倒せ JJ。これでとどん。あ、こういうのは普通にやってれば、なんかポチポチやってれば勝てるんで、なんかあまり考えないようにしてます。いつでも最高潮。はい、まあこんな感じです。普通になんかナルメアと JJ とジンとルナールを使ってみましょう。で、青空の消しの子をもらえるっていうものなので、普通にやっておけばいいと思います。ひと夏の思い出、これ報酬席10個分なんで、まあいいかな。団長ちゃん、団長ちゃん、どこ行くの？お姉さんも一緒に行っていい？うん、ありがとう。はい、お疲れ様でした。ということで、まあ大して何もやってないんですが、まあ成果期待ではこれで終了となります、多分ね。はい、まあ出すかもしれませんが、出さないと思います。で、まあ称号を取って、押せない。青空取って、で、まあこんな感じで今回のイベント終わりで、次が師匠イベントになるんですが、どうしよっかな。まあ前は青龍だけだったんで、今回別のやつもできたらなという感じです。はい、という感じで、まあチャンネル登録や、チャンネル登録や、あ、動画の最初のね、動画の最初に飛ぶには、まあ、エンディングの方のリンクをね、飛んでもらえればとか、まあ、Twitter は
チャンネルのリンクに貼ってありますので、そこから飛んでいただくと、まあ、近況報告など見ることができますので、ぜひね登録の方よろしくお願いいたします。次は多分師匠か気空団のことについて話す回になるかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。